元不動産業の宮本和樹容疑者は2020年7月、おばにタリウムを摂取させ殺害しようとした疑いで再逮捕されましたおばは意識不明の重体です捜査関係者によりますとおばが入院するおよそ2ヶ月前宮本容疑者が大学関係者を装い京都市の業者からタリウム5 0グラムを購入した記録が見つかったということです 業者の台帳によると、宮本容疑者が自ら署名し、捺印もしていたということです。宮本容疑者は女子大学生を殺害したとしてすでに起訴されていますが、大阪地検は今日にもおばへの殺人未遂罪で追起訴する方針です。